い、トラワレのパルマー続きからやっていきたいと思います。あ、青い鳥って実は鳩なんだよってドヤ顔で送ったら、知らなかったとかって言われた。つら知らないことはないけどね。どうした？大丈夫？病んでない？ガスパチョ送れないんだよ。ごめんね。とりあえずガスパチョを持っていかなきゃいけないから、はい。もう作ってきたよ。待っていましたよ。せっかくに少し味見させていただきます。あら。この島の食堂はやはり素晴らしい。トマトをベースとした野菜の旨味がオリーブオイルと少しの調味料で一つにまとまっています。オリーブオイルが味に厚みを出し、それでいてトマトの酸味が後味をさっぱりさせている。少し元気になったので、こんな日は調子に乗って口を滑らせてしまいそうです、うん、彼はガが嫌いらしいですよ。怖いわけではないみたいですが、何でも子供の頃夜に本を読んでいたら机のライトによくガが寄ってきたそうで、たまたま本の上に落ちてきて本が汚れてしまって以来、ガを見るとムキになって追い払うそうです。偶然その場に立ち会ってしまったので教えてもらったんですよ。ちょっと可愛いですよね。まあガとか蝶のさ、鱗粉っていうのはちょっと賞味ちょっとキモいもんね。今度はこう書いてあった。林を抜けて赤き蛇の導きに従え。ボケらしくなってきたね、ほんとね。そうね、とりあえず公園かな。とりあえず最初は公園。もう何？あら、こんにちは。小鳥が鳴いてるわね。そういえば島には2種類の鳴き声がある。島じゃなかった、そうだよね。島が鳴いてたら怖いよ。鳥には2種類の鳴き声があるんだって。仲間との連絡に使う地鳴きと、求愛なんかに使うさえずりね。明確な定義はないみたいだけど、さえずりは大抵ウグイスのホウホケキョみたいな特徴的な鳴き声を指すんだって。これはもしかするとさえずりかもしれないわね。オスがメスを探し求めるための愛のメッセージ、ねえ。そう思うとロマンチックな現場に居合わせてしまった気分にならない？素敵。これかな。そのつもりはなくても盗み聞きしてるみたいよね。ああ、でもさえずりは他のオスへの牽制にもなってたはずよ。つまり目当てのメス以外にも聞かせようとしてるのね。あら、鳴き声が止んだわ。無事相手に出会えたのかしら。よかった。素敵じゃない？なんかおしゃれ。もう私鳥鳴いてるわとしか思わないもんな。金も何もあったもんじゃないもん。本当に赤き蛇なんているんだろうか。勇者の冒険まだまだ続きそうだ。そうね、じゃあ青の林道にしたの。ランラン。とりあえず送るものがないからな。ちょっと何か料理したいよな。お、なんかある？あ、あれか、新しい多分本じゃない？ゲームブック3巻に書いてあった林ってここのことかな。でも赤き蛇ってなんだろう。蛇が出てくるのかな。ひとまず奥に進んでみよう。ここで道が分かれてしまうんだ。右の道に何か赤いものが落ちてる。これおもちゃの蛇？誰がこれやってんの？きっとこれが赤き蛇だと思うんだけど。こっち行ってみよう。ずっと道が続いてるけど、なんか落ちてるみたい。勇者囚われの剣士4巻だ。なぜなぜ落ちてるのか。そして浜辺ね。え、かわいいスタンプ。林道か。それは花が咲くの楽しみだな。ちなみに言ったらなんで林道にしたんだ？青い花ってなんか良くない？かわいいよね。なんだろう、浜辺。おじいさん大爆発とか？
川内じゃねえや。こんにちは。川内だ。はい。こんにちは。少しお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。何でしょう。これあざでしょ。やっぱりポイントあざだと思うよ。私、外交官襲撃事件の日に会った人にも同じあざがあったとも言ってました。あら、ちょっと動揺したわね。怪しい。やっぱりその人と川内さんは声がよく似ているそうです。事件の日、川内さんは千秋さんに会ったんですか。うん。ちょっと黙らないで。確かに私はあの日、事件があった鏡ホテルにいました。どうしてそれまで黙って。申し訳ありません。今はその理由についてお話できません。何、黙秘権がありますって言いたいの。もう少しの間お待ちいただけないでしょうか。信じていただけないでしょうが、いずれきちんとお話します。悪いけど全然信じれはしないわね。私はあんまり、あの人、この世界で信じれるのはシンディよ。シンちゃんなのよっていうね。リンドウの青は鮮やかだよな。昔使っていたしおりの飾りがリンドウの押し花だったんだ。綺麗だなと思った。へえ。送っとこうかこれね。聞いてみたよ。そうね、グッドは違うよね。聞いてみたよ。これ意味わかんない。聞いてみたよでこれ送るのマジ意味わかんないよね。多分無視されると思う、さすがにね。なんだろう。続き見つかったのか。楽しみだな。よかったね。今思うけど、その床にさ、裸足って結構しんどくないね。結構しんどいと思うんだけど、もらしスリッパ送ってあげた方がいいんじゃない。俺が事件の日にその人と会ったことがあるってこと。どうだった。同じホテルにいたのは事実だよ。うん。そうなのよ。なんであの人黙ってたのかしらね。なんか今、待って、サボミも投げてたよ。事件の日にホテルにいたんですね。どうして隠していたんでしょうか。だからやっぱ彼もちょっとなんかその、悪者なんじゃないかなって。特に言わないけど散策してみようかな。風が冷たいな。奥から冷たい風が。体が冷えちゃった。戻ろうかな。え？しょぼい。イベントとしてはしょぼかった。言えなかった理由があるんだろう。おそらく、俺が思っていた人で間違いないだろうな。君にも話すよ。お！いいね。結構いろいろと、わかるね。おもちゃの蛇だったよ。もう少しスリルがあってもいいのに。スリル大事よ。うん、じゃあ、枯れた木いっとく？枯れた木、そうだね。あのおばさん気になるもんね、やっぱりね。そういえば、この辺りには、噂をすれば影が差すということわざがあるのよね。どういう意味？人の噂をしているとその当人が不意に現れる。不思議なことだわ。でも確かに世界中の人が同じように感じているみたいね。この辺りじゃなくても西の方にも似た意味の言葉が根付いていたりするのよ。悪魔の話をすれば悪魔が現れるというんですって。まあなんか幽霊の話してると幽霊来るとか言うもんね。そういうこと。そうね、これかな。人が考えることはどこにいても変わらないみたいね。西の方には似ているけれど少し違うことわざがもう一つ。天使の話をするとその翼の音が聞こえる。聞いてわかる通り、これはいい意味で使われる言葉。会いたい人の噂をしてみたらその人が不意に現れてくれる。もちろん、その時に話す内容はいいものにしましょうね。なるほどね。噂話でいい噂話ってなかなかしないわよね。それもどうなんて話よね、本当。こんなこと言っていいのか。本物の蛇だったら大変だろ。戦うよね、そうなったら。私はこれかな、やっぱり。じゃあ面会行きますか。はい。
ちは。あ、こんにちは。河内さんのこと話してくれる？そうだな。その人は団体職員じゃない、れっきとした日本の外務省の人間だよ。やっぱりね、そうなのか。なんか外務省とかもなんかちょっともうダメよね。伊鈴大使の側近だ。え？いや、今のは語弊があるかな。直属の部下というわけじゃないから。伊鈴大使とは旧知の間柄で、志を同じくする関係だと聞いている。なんかちょっと本当怪しいわね、あの人やっぱり。ああ、どういうあれなんだろう。そいつあったの？事件の当日、宿泊先のホテルで伊鈴大使から紹介された。なるほど。名前はよく覚えていなかったけど、手にあざがあったのは覚えている。本来なら彼は本土の病院に詰めていなければならない立場のはずだ。伊鈴大使の意識が戻った今だからこそ、なおさら大使の右腕となる必要がある。それなのに、こんな孤島の収容施設に足を運んでいる理由は、おそらく俺だ。大使を襲撃した犯人である俺の記憶が戻る瞬間を逃すまいと見張りに来ているんだろう。おじさんが千秋の保護を依頼したことを知らないから、なんかそこじゃない気がするんだよね。私はカーチが実は悪者なんじゃないかなって。内緒って言われたけど、こんなに誤解したまじゃ。そうね、これは言った方がいいわよ。うん、これ言いましょう。うん、俺の保護？団体職員だと名乗って自分の素性を隠すような人が俺を保護するのか。そこなのよね。まあ実際だから、その保護っていうのも嘘っていう説もそうよね。何？私はバカ？島を出ても君にそばにいてほしい。え、突然どうした？急にどうした？本当突然どうした？怖いんだ、最近自分が自分でなくなっていくような気がして。え、どうしたのよ。長く押さなきゃいけない？そういうことね。オッケー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 。撫でてみようかな。ああ、初めて撫でるっていうのが出たわね。今傷を、うん、どうして？千秋は千秋の傷も受け止めたいから。さて、千秋のことを心配している私がやることを忘れないで。傷の話よりも、やっぱしこれかな。いや、でも理解したいと思った。これ。私なら多分こういう。うん。君が俺を。刺さったんじゃない今のは。うん。ありがとう。君はそういう人だったな。そっと俺の気持ちを察してくれる。君は気づいていないだろうけど、それだけで気持ちが楽になるんだ。そんな君なら、これから話すことも受け止めてくれるかもしれない。え、何？少しだけ思い出したんだ。聞いてくれないか？聞く聞く。あ、君が折ってくれた折り鶴、しおり代わりに黄金の鉢に挟んでいたんだ。あれ、なんかなんかさ、潰れてなんか嘆き苦しんでるのかと思ったら違ったのね。記憶が戻ったってことね。この前その本を落とした時に挟んでいた折り鶴を改めて見たんだけど、その瞬間同じような光景を思い出した。俺は同じように折り鶴が挟まれた黄金の鉢を見たことがある。事件があったあの日、多分あの時持ってたやつだよね。暗く照明が落とされたホテルの一室で、それは俺の部屋じゃない、伊鈴大使の部屋だった。ちょっと空気読んでよ本当に。面会終了のお時間です。今からが大事な話だった。もう少し伸ばせないか？君と離れたくない。ちょっと離れたくないわ、ずるいわ。いや、伸ばすよ、うん、仕方ありませんね。まあいいでしょう。さっきスープ持ってってあげたでしょ。また時間になりましたらお呼びします。
伸ばしてくれてありがとう。俺無理言ったかな。大丈夫よ、いつも伸ばしてんだから。こっちだな。そうだな、君と離れると不安に押しつぶされそうになりそうだ。やだ、なんかもうハグしたい。思い出した記憶の根拠がなくて確信が持てないんだ。黄金の鉢に挟まれた折り鶴、本当にこの記憶は実際に見たものなのか。もしかしたら記憶を思い出そうとするあまり俺が作り出した虚構なのかもしれない。折り鶴に特徴、柄とかかな。でも大事、こっちかな。ごく普通の折り鶴だったけど、あえて言うなら随分古くてくたびれた折り鶴だったような気がする。もし折り鶴をきっかけに思い出したこの記憶が本当だったとして、なぜ俺は大使の部屋にいたんだろう。黄金の鉢は大使の持ち物だ。なるほど。それを俺は一体どうしようとしていたんだ。この記憶が虚構だったらどうしようと思う反面、虚構であってほしいと思う自分がいる。この記憶が真実なら俺は大使を殺そうとした犯人じゃないのか。どこまでもその不安がつきまとうんだ。難しいわね。そうね、自分を責めないで。君は俺を責めないんだな。君がそばにいるだけで俺は強くなれる気がする。もっと君にそばに来てほしい。もう最初の部屋で過ごそう。から少しだけど、ね、君に触れたい。え、手で触れ合うだけじゃ足りない。うん、もっと。何どうしたらいいの。感じたい。うん、あ、おでこ。君もガラスに頭をつけて、うん、これコントローラーあれだ。これどうやってやんの。手で触れても遠いよ。待って、違うの。コントローラーがいいこと聞かないの。もっと近くで君と触れたい。え、分かってんのよ。こうか、こうか、できたできた。コントローラーを近づければいいことね、頭にね。君が近くて熱い。まつげ長ねえ、すっごい。このままずっとね。もうほんとさ、ちょっともう今何章 ?6 章ぐらい。もうさ、よくない。もう二人で幸せになりましたエンド行こうよ、このまま。だな。ほんとね。面会終了のお時間です。邪魔をするつもりはありませんが、速やかにご退室ください。え、邪魔なのよ。そのつもりがないのならもう少し遅く来ればいいのに。それな。いや、なんでもない。また連絡するよ。じゃあまたね。それじゃ、また。正味ね、ここまで行ったらもう好き。あの、普通に好きよ。好きが溢れてるよね、ここまで行ったらもう。どうしようもない。本当にどうしようもない、これは。え?なんだ?あ、これか。よいしょ。いや、だってさ、あんなん言われたらずるいって。そうね、手紙もいいよね。うん、そうそうそう、わかる。なんか文字もさ、綺麗に書こうってなんかこう頑張る感じがいいじゃない。さあどうしようか。農園行ってとりあえずなんか作物もらいましょう。あと牛乳買わなきゃね。あら、あら、トマトか。一応もらっときましょう。個人的には今何が欲しいんだったかな。玉ねぎだっけ、とりあえず欲しいのって。文字にはその人の隣、その人隣が見えるってのはあるよな。君はどんな文字を書くんだろうか。私は割と普通よ。なんだろう、あの、一番つまんないタイプだと思う。下手でもなければ特筆してすごい上手いかって言われたら、あ、でもそうね。一応なんかあの小学校の時とか、皇室ってあるじゃない、あの、
鉛筆で、なんか習字の鉛筆版みたいなやつ、あの文字書いていくやつ、あれは一応なんか賞状もらったことあるぐらい。でも普通よ、本当につまんないわよっていう。そうね、とりあえずちょっと待ってよ、どうしようかな。雑貨屋さん行ってもいいけどな、喫茶店先行くか。マスター聞いてよって。確かに、おっしゃる通り。どうしたマスター、お客さんと話してる。まあ、あんたまだ若いからこんな話するもんじゃなかったね。いえ、お力になれず申し訳ありません。大変勉強になりました。ありがとう、また来るよ。おや、恥ずかしいところを見られてしまいましたね。どうしたの。最近さくらさんのご協力の会あってお客様が増えてきたのですが、ご年配の方からすると私では話し相手として少し頼りないようで。先ほどのように力不足を痛感している次第です。マスターがね、だってマスターそんな若い、結構ちゃんとしたダンディーなね、いい感じだけど、本土で与えていた頃は比較的若々様が多かったのであまり感じていなかったのですが、もう少しその貫禄のようなものを身につける必要がありそうですね。そうね。いや、マジでこれで私から見ればとても頼りになりますよ。ありがとうございます。心遣いじゃない、使ってない気は。そんなに若くはないのですが、頼りがいがあるように見せる落ち着きと配慮が必要ですね。私も欲しいね。そろそろ欲しいね、落ち着きと。ねえ。一生無理だよ。多分もう、無理だね。マスターが何歳か分かんないけど、私がマスターと同じぐらいの年の時はもう、チャランポンで私なんで。最後まで読んだよ。今度はわがままな魔法使いの望みを叶えよ。これあれじゃない、枯れ滝にいるおばはんって言ってた。ごめんなさい。おばあさんじゃない。そうよ。魔法使いなら自分で望み叶えなさいよ。本当に。人に頼んじゃないよって。管理人さんだ。何か見てるみたいだけど、どうしたんだろう。ほんと、ちょうどいい時に来たな。どうした？こっちに来てみな。珍しいもんが見られるからよ。何？静かになるべく足音立てないようにな。ほら、そこ。何？見えるかって。あれは？タヌキの子供だ。兄弟でじゃれ合ってるみたいだな。気づかれちまったか。一斉に逃げていったな。でもあんたもちょっとは見れたろ？そうね、絵本かな。絵本ね、よくそんなこと考えつくもんだな。俺は絵本なんざ全くわからねえけどよ、あんたが書くならどんなもんか見てみ。優しい、管理人さん優しいよね。そういう成長を見守っていけるのもこの仕事の面白いとこだな。そうね、素敵ね。そういえば今回まだ図書館行ってないね。図書館行かなきゃ。間接的な表現なんじゃないか。本物じゃないにしろ悪い魔法使いじゃないといいな。そうね、悪い魔法使いで戦う。私、小鳥のさえずり。しんちゃんと聞いたっていうのは全然なんかさ、心配しなくていいよね、千秋もね。お、え、千秋の背中に何か、あ、タトゥー入れてんの。まるで花のような形。かわいい。でも、あ、傷あるね。これ消える？綺麗に。まあ、消えなくても全然いいけどね。すごい、私誰目線なのと同じよね。もう彼女づらいよ本当に。私全然タトゥーいいよ。なんかいるじゃない、タトゥー嫌だみたいな、反対みたいな人もいるけど、私は全然いいと思う。なんだろう、その人の生活に支障がなければ全然いいよね。私はまあ入れてないけど、単純になんか痛いかなと思って。痛くなければ全然。え、怖い。待って。魔女ってしんちゃん？嘘。アンビリーバボーなんだけど。わがままな魔法使いって誰のことだろう。ねえ、ちょっとこれ見て。
どうしたの？私がメイクしたこのビフォー&アフター写真よ。うん。自分で言うのもなんだけど、この子すごく綺麗になったと思わない？綺麗だし、表情も自然に満ちあふ、自信に満ち溢れているみたい。まるで魔法にかかったみたいだね。B の魔法使い、しんのすけの本領発揮ってところね。B の魔法使い、もしかしてわがままな魔法使いって、しんちゃんのこと？ねえ、しんちゃん、もしかして今、私何か頼みたいことはない？あら。気が利くじゃない？ちょうど食堂のカフェオレを飲みたかったの。さっき食堂に行ったら材料を切らしてたみたいで、うん、でもわざわざ雑貨店に行って材料調達するの面倒だったのよね。オッケー、用意するわ、任せな。カフェオレが飲みたいのってことね。うん。この部屋でも聞こえるな、さえずりは。キワイの鳴き声なんだっけ。鳴き声に聞き入るぐらいだし、君は小鳥が好きなのか。そうね、比較的まあ、ああいうなんか、なんていうの、害のない感じの虫、虫じゃないわ。最低だよ。もう、本当に、害のないね、動物は好きですよ。うん、いらっしゃい。牛乳がとりあえずないから、ほら、所持数ゼロでしょ。で、カカオ豆って持ってたかな？持ってないんかい。え、コーヒー豆は？持ってるわ。あ、じゃあいけんじゃない？牛乳で。また来てよ、お客さん。よし。でもとりあえずあそこにも行きたいしな。そうだと思った。君の部屋の窓際にパンくず置いてみたらどうだ？いいわね、いい噂話。ちょっと早く寝よう。食堂に一回行って作れるかな。あら、いらっしゃい。あら、カフェオーレが、あ、いけるいける。また来てちょうだいね。やばい、またこれ図書館行けないかもしれないな。だってこれもう届けなきゃいけないからね。いい噂話か、本人がいないところで仕事ぶりを褒めるとか、そういうのって相手に興味がないとできないから俺には難しいな。まあね、じゃあ私の噂話してくれるかな。照れ。カフェオレを持ってきていい？ ありがとう。待ってたわ。あー、いい香り、早速いただくわね。これこれ、美味しいわ。喜んでくれてよかった。それじゃあ、はい、これ。実はある人から預かってたの。時が来たら渡してくださいって。もう五感まで来てよ、もう。どういたしまして。頑張ってクリアしなさいよ。そっか、まさかのしんちゃんだった。私はあっちの枯れたきおばさんだと思っちゃったわ。しないよ。監視に話しても仕方ないし、その君に興味がないとかじゃないから。あ、わざわざそれつけてくれるのが可愛い。これ送っとこうかな。よいしょ。で、これを差し入れて。え、何？誰？須田です。あ、どうしたの？急で申し訳ありませんが、応接室に来ていた時も、何、ついに、だから、あの、河内が、その、真実を喋ってくれる、ついに。何のご用でしょうか。河内さん、ご説明お待ちです。さくらさんに直接お話ししたいことがあるそうです。なんか別に応接室で喋る必要もある？なんか別に海でよくない？申し訳ありません。うん、申し訳ないと思うならコーヒーの一杯でもちょうだいよ。話したいことって何でしょうか。これを見てください。何？なんか問題のある画像これ。ええ、千秋鹿島の調査資料です。うん、身元についてはアメリカ政府に問い合わせていたので時間がかかってしまいました。あなたの手前にあるのは彼のパスポートのコピーです。かっこいいわね。本当の彼のパスポートと言った方が正しいかもしれない。どういうこと？本当の彼？彼の本当の名前は
ユーゴ黒岩。本当だ。黒岩さんだ。USA 書いてあるわ。千秋鹿島は偽名です。そしてパスポートの上にある写真、これ黒い手袋をしてるってことはってことよね。指紋つかないようにってことでしょう。ってなってくると、これって五十鈴大使の部屋に入るときってことよね。外交官襲撃事件の夜に映された監視カメラの映像を印刷したものです。鈴大使の部屋に入る千秋が映っています。ホテルの監視カメラは細工されていて何も映っていなかったと聞いてます。確かにホテルの監視カメラは細工されていました。これは危険を察知した大使自らが密かに取り付けたカメラに撮影された画像です。本当かな。そのため大使が意識を取り戻すまで他にカメラがあることに誰も気づきませんでした。彼が事件の犯人だと言いたいんですか。本当よ、まどろっこしいわね。ちょ、言いなさいよ。いえ、それについてはまだ断定できません。今わかることは、千秋が偽名を使って大使に近づき、事件が起きた日に五十鈴大使の部屋に入ったことだけです。じゃあ今の千秋はどういうこと。うわ、何何、ちょっと不穏よ。あんな、ちょっとさ、すごくハートフルな時間を最近過ごさせていただいてるじゃない、千秋とは。やめてくれよって。なんかそんな、なんだろう、悲しい感じにするのはね。鈴木、見つかったのか、楽しみだな。見て、この本を楽しみにしている可愛らしさね。やだな。怖い。くしゃみの音よく響きそうだな。この人がいたら驚かれそうだ。どこ行く。とりあえず図書館行っとくわ。おじくん。まだ変わってないのね。あんたか、待ってた。どうしたの。ナンプレ親父がただ者じゃないって話前にしたと思うけど、素性を調べた。あんたにも話しておこうと思って。でもまさかあのゴッドハンドだったなんて。ゴッドハンド？ラジコン界で有名なすごい人。ボディ加工もマシンの組み立ても超一流で、僕がずっと尊敬してる人。まだちょっと信じられない。ナンプレ親父が本当にゴッドハンドだなんて。そっか。そんな人がこの島に住んでいたなんて。しかも雑貨店やってるし、あの人ならもっとすごい仕事がいくらでもできるのに。ナンプレ親父を見る目が変わるわ。ゴッドハンド、神の手を持つ男がこんな近くにいたなんて。へえ。ナンプレ親父、ナンプレ親父はもうずっとナンプレ親父のイメージだもんね。どうしたの。大丈夫。ちょっとこの千秋と河内さんから聞いた千秋、どちらを信じ、私は千秋を信じるわよ。俺、河内さん全然信用できないもん。なんか、話したいことがあるのだって。大丈夫かしら。ほだなさ、解けたんだな。美の魔法使いだったよ。ハート、これハートなのかな。ちょっとさっきの画像見ようよ。スティールだよね、これだ。そっか、こっちよりも私はこっちが気になるわね。よいしょ。そうね、なんか、なんとも言えないわよね。でも千秋だもんね。うわー、ちょっと不安。もう今後が不安でしょうがない。美の魔法って化粧のことすごいな。俺だとその発想には至れなかったと思うよ。いや、送ってもいいんだよ。送ってもいいんだけどさ、ねえ。うわ、これちょっと今回この辺でちょっと終わろうと思うんですけど、文字くん、どうした。やばい。やばいみたい。どうしたどうした。
ずっと待ってたプラモの難攻不落の城壁近未来編が届いたんだけど、パーツが過去最大だった。なんか燃えてきた。今夜もう眠れないわ。やばい。こんな送ったらもう思わせぶりすぎん？送ろう。思わせぶりにしとこ。もういいね。で、千秋に送るね。仕方ないわよ。なのでちょっと次回のパートは結構重めかもしれないですね。はい。ということで今回はこれで終わりたいと思ったら、もじくんから来たのでもじくんだけ返しときます。そんなこと言ったら寝かせないよ。あら、寝かせないよって言われたよね。でも夜間は外出禁止か。めちゃくちゃ手伝ってもらおうと思ったけど残念。なんか楽しそう。2人でプラモ作るとか、私下手なんだけど、ああいうの、あの綺麗に切らなきゃいけないじゃん、プラモって。あの取るとき私も力づくのベンベン。だからプラモとかちゃんと作る人からしたらもうやめてくれって多分思われるだろうね。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。